見つかってほしいという気持ちと、その見つかった時のそのことを受け入れることを考えると、すごく複雑な気持ちはあります。十勝管内に住む男性、今日も7歳の息子の帰りを待ち続けています。母親と2人で楽しんでいた網走、そして知床観光。背中にはどこへ行くにも一緒だった大好きな新幹線のリュックが。そのリュックとトレードマークの眼鏡は事故直後に見つかりましたが、息子は今も母と共に帰らぬままです。北海道はこれからもう少ししたらですね、1、2ヶ月もしたら雪も降ってきます。今のうちに陸上部の捜索をやってほしいです。家族の思いに応えたい、その一心で捜索を続けてきたのは地元漁師らによるボランティアです。現場周辺は熊の生息域、危険と隣り合わせの場所。徒歩で海岸をたどりました。先月、乗客の女性の頭蓋骨を発見。先週土曜日の捜索でも男性の遺体を見つけ、身元の特定が進められています。遺族のためにもっと、みんな協力して探してってほしいです。道警も昨日から沈没現場近くのカシュニの滝から南西およそ10キロまでの海岸を歩いて捜索しています。26人の乗客乗員のうち、未だ8人の行方がわからないままです。男性が帰りを待つ7歳の息子に関しては、手がかりすら見つからず、時間だけが過ぎていきました。辛いんで、やっぱり紛らわすというか、他のことを考えようと思って見ても、やっぱりずっと頭の中にあって。一方で男性も少しずつ現実と向き合い始めています。今月、息子が使っていたおもちゃを整理、通っていた学童保育に寄付をしました。それでも手をつけられなかったものもあります。人と人と、一生懸命息子が作ったんだなって思うと、見てるだけで涙出ますし、涙が出てしまいますし、捨てられないですよね。家や保育園で作っていた工作、そのほとんどが大好きだった電車をかたどったものです。保育園で短冊にしたためた将来の夢。本当はちゃんと整理してあげたいですけど、まだちょっと。男性はオンラインで週2回開かれる家族説明会に欠かさず参加しています。海上保安庁から捜索状況の説明を受けるなど、現状を直接聞けるこの場が心の支えになっているといいます。すごく大切なというか、言葉で
かり聞けるし、時間の経過で、そうですね、定例説明会自体がなくなってしまったりとか、そういうことにならないか、やっぱり不安があります。事故から間もなく5ヶ月、やがて冬が再び知床の海に訪れます。家族は今も帰りを信じて待ち続けています。お帰りって言ってあげたいですね、やっぱり。お帰りって抱きしめたいです。